人はいてもやられるっていうシーンが非常に多かったので、まあ、そういった中で守備の時にどこに人がいなきゃいけないのかっていうのをしっかり整理しているなっていう印象ありますけどね、はい、自分たちがペースを握るサッカーを展開します。オープンな展開を好みません。今前半の45分がスタートしました。さあその守備をかいくぐっていこうというのが広島。右に流れた浅野、縦使って柏のクロス、ディフレクションあってボディフェイント、浅野のシュート、自分の形に持っていきました。中に入って左足、いやもう本当に浅野のタイミングで自分でこう空間を作りましたし、本当に紙一重のシーンでしたね。17歳を迎えるベテランゲームメーカー柴崎から間で受けた森島、川辺がこの位置右に振って今津の低いクロス、ヒール、ナイスキーパー権田、ファインセーブを見せました。右を崩した広島、ここまで持ってったこともそうですし、この今津の低くて速いクロスの選択、森島は助走を取ってここはショートコーナーではなくそのまま入れます。ゴールへ向かうボール、ファーサイド流れて折り返し当てて混戦、最後荒木がプッシュ、先手は広島です。左からのコーナー混戦、センターバックの荒木が決めました。まあ、これはあの清水のファーサイドしっかりつきましたし、あとはまあしっかり折り返した、これ東の折り返しですかね、まあ、しっかりこう味方がシュート打てる位置に折り返しましたし、まあ難しいシーンですけど、まあ、荒木もしっかりこう合わせたっていうところで、まあ、素晴らしいゴールシーンでしたね。森島のコーナー大外折り返し、一つ東がコース変えて最後荒木です。サンタナ収めて、さて左、おっとインターセプト、浅野来た、奪って浅野自ら行くか、浅野の左足、コントロールショットわずかに外れました。浅野雄也シュートのタイミングを作る、もちろんこの、まあ、川辺のフリーランニングも良かったんですけど、まあ、これはもうストライカーとしてシュートを選択した素晴らしいプレーですし、またこれに対してカルビーニョス、リベリーノでステップを踏んで横パスがずれる、狙ってますサントス、さあジュニオールサントス来た、またいだサントスだ、サントスのシュート、クロスバーを叩きました。ただ怖さがありますジュニオールサントス。もちろん広島がチャンス作ったんですけど、まあ、清水のミスですよね。まあ、ただこの顔を見た、右足のクロスだ、ここで試合終了の笛です。サンフレッチェ広島対清水エスパルスの一戦。